アンデス文明。アンデス文明とは、1532年のスペイン人、白人による、インカ帝国征服以前に、現在の南米大陸、ペルーを中心とする、太平洋沿岸地帯及び、ペルーからボリビアへ繋がるんです中央高地に、存在した文明。メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、黄河文明といった、いわゆる世界四大文明などと異なり文字は持たない。 その担い手は12000年前にベーリング海峡を渡ってアジアから移動してきたモンゴロイド、黄色人種の中のコモンゴロイドとされる。アンデス文明の中心地帯は主に海岸部、山間盆地、高原地帯に分かれる。山間部と高原地帯は一緒に扱われることも多い。アンデス文明の大きな特徴としては次の7点が挙げられる。 このほか、アイル、またはアイユ、アイルと呼ばれる遅延、血縁組織の存在、総分性、トウモロコシシチチャの利用、コカの葉などを利用した儀礼などもアンデス文明圏、特に山間盆地や高原地帯で見られた特徴である。また、地理北部からペルー南部には、小石が豊富にあるが、火薬の製造も行われなかった。鉄鉱石が豊富な地域が多いが、 鉄の炭造は行われることはなく、武具もあまり発達せず、石製の梱包や弓矢程度であった。一方で、梱包の武器によるものであろうか、陥没した頭蓋に対して、脳外科的手術を行い結種などを取り除く技術が存在していた。形成期と言われる紀元前の社会の遺跡から見つかった頭骨の中には、陥没した跡が治癒していることを示すものがある。これは、 頭蓋が陥没した後も生き延びたことを示している。これらの月下的手術は、儀礼的な面から発達した可能性も否定できない。アンデスに自生する国家が麻酔として利用されていたという。さらに、世界最古の免震装置であるシクラが発見されている。アンデス文明の中心は、およそ2カ所あるとも言われ、その2カ所に人口も集中していたと言われている。一つが、 現在のペルー共和国、トルヒーヨシ周辺の北海岸地帯、もう一つがペルー共和国南部からボリビア多民族国北部にあるキティカカコボン地一帯と言われている。しかしながら文明の勃興期、形成期には中央海岸地帯にも盛んに大規模建造物が建てられたり、また中期ホライズン、割期、工実やインカ帝国は、 シティカカコ沿岸の文化と深い関係を持つものの、中央あるいは南部山間盆地から起こっている。そのため、二つの中心という観点はあくまでも仮説の段階にある。新大陸の諸文明や諸文化はメソアメリカ文明や北米先住民の諸文化も含め、ことごとくヨーロッパ人の侵略によって滅ぼされるか変容を余儀なくされてしまったが、アンデス文明の場合、 その一部は現代でもまだ根付いている。例えば、地方へ行けば、インカ期から続くアイルと呼ばれる血縁、遅延組織が機能しているところもある。農具でも、斜面の多い土地では、インカ期と、ほとんど変わらない踏みすきが用いられている。そして、インカ期に建造されたテラス状の段々畑、アンデネスが、現代まで継続して利用されている。未だ天竺ネズミ、クヨ、 食肉用家畜として使用していたり、ラクダ化動物のキャラバン隊も存在する。トウモロコシから作られた酒ち茶を濃厚儀礼などの時に皆で共ずるのもインカ器から見られる習慣である。ヨーロッパ人による物質的な征服に続いて行われたのは魂の征服である。つまり、キリスト教不教のため先住民の持っていた独自の宗教は弾圧を受けた。その後、 カトリック化が進み、また、征服以降しばらく続いた、異教と弾圧などで、アンデス文明に存在した、精神世界は徹底的に破壊されたが、それでも型を変え現代でも生き残っている。特に、大地の神、パチャママへの信仰は、先住民社会に深く残っている。また、都市部においても、祭りなどの中に、パチャママ信仰に基づく慣習があり。 アンデス地域に住む人々に広く浸透している。なお、これら在来の神はカトリックの聖人と同一視されることが多い。このようなシンクレティズムが現代アンデス先住民の精神文化の特徴となっている。アンデス文明を理解するためにはアンデス地域の生態学的環境を理解する必要がある。この世界的にも独特な生態学的環境は アンデス文明の発展と深く関わっているからである。アンデス地域、特に中央アンデス地域、現在のペルー共和国とボリビア多民族国北部は非常に多様な生態学的環境を持っている。南北に長く、東西に狭い地域に標高が高い山々が密接して連なるため、限られた地域に多様な生態系が存在する。 ハビエル・ブルガル・ビダルは、アンデス地域をその生態学的環境と、先住民によ、区分をもとにして、ハックに分けた。それは、アンデス山脈の東側のアマゾン地帯を、これら生態学的環境の差は、それぞれに、地域で行われる制御にも影響を及ぼしており、ユンガ地帯は、熱帯産の作物や、果物類が、キチュア体では、 トウモロコシも含む多く栽培種が、スニでは、ほとんどの栽培種が育たないため、ジャガイモなどの、海景類とキヌアなどの雑穀が種として栽培されている。プナは、主に牧畜に利用されている。また、これらの異なる生態学的環境を一集団や家族単位で、同時に保有し、利用を行っており、これがアンデスの文化の特徴の一つとなっている。 南米に人類が住み始めた痕跡を示す遺跡で、最古のものは一万四千年前という年代測定値を示す遺跡も見られるものの、確実なのはクロービス文化に並行する一万千年前の規模が、魚の尾びれような形状の魚尾型戦闘機を用いたカリュドたちの遺跡である。チリの首都サンティアゴの南百二十キロメートルにあるマストドンの解体処理を行ったタグアタグアのような、 ヒルサイトは、この時代の特色を示す遺跡である。やがて紀元前7500年頃までに、洞窟の開口部や岩陰を利用して、生活をする人々が現れ、ペルーの溶けパラ洞窟やアルゼンチンのラスマノス、洞窟には、そのような人々の狩猟への願いを表現した洞窟壁画が描かれた。紀元前5000年頃から、濃厚、牧畜を行う社会となり、土器の制作、 使用を行うようになる直前までを古期という、ペルー北部高地のラウリコチャ遺跡の2期、紀元前6000年度3000年に、愛機に多かった鹿に代わって、ギャマ、アルパカ等のラクダ化動物の骨の出土量の増加が見られ、中央高地のウチクマチャイ洞窟の古期、紀元前5500年度4200年で、やはりラクダ化動物の骨の土量の増加が見られる。 ことからラクダ化動物を飼育しようとする試みがなされ、始めたと考えられている。また、紀元前6000年頃までには、唐辛子、カボチャ、ヒョウタインゲン豆などの栽培が開始されたことが、北高地のギタレーロ洞窟湿度の植物依存体などから確認されている。また、紀元前3000度を2000年頃からまた、カンナなどの栽培が始まったと考えられている。 紀元前2500年頃になると、現在のペルーのリマシ北方のスーペダニに、カラル・キャロルという石像建築を主体とする、カラル遺跡が現れる。遺跡の年代は、紀元前3000年から2500年頃と推定されている。しかし、発掘され現在復元されている遺跡群は、すでに非常に精緻な作りをしているため、さらに遡る可能性もある一部、 形成期と呼ばれる、紀元前1800年以降の遺跡も復元されている。海岸遺跡は、日干しレンガ製が多いが、この時期の遺跡には、海岸遺跡の中でも、石像建築がある。カラル遺跡からは、かなりの量の魚介類が出土している。また、ペルー北海岸に、ワカプリエッタの、ソンダクアトや、アルトサラベリー、中央海岸のカスマダニに、ワイヌナ、中央海岸地帯に、 アスペロ、同じく中央海岸地帯で、リマの北方にエルイコールパライソといったとの跡が築かれる。エルイコールパライソは、U 字型に建物が配置され、その一辺が400メートルに達するものである。一方山間部では、小型の神殿が建てられるようになる。紀元前3000年頃に、北高知山田川上流にラガルガーダの神殿。紀元前2500年頃には、今年遺跡、 ペルー、ワヌコ県に交差した手をモチーフにした9メートル四方の交差した手の神殿が枯れた。しかし、いずれも当時はまだ河原家を持たない時代と言われており、土器の誕生以前にこのような神殿群を誕生させたところにアンデス文明の特徴があるとも言える。王の存在を強く認めるようなものは今のところ出ていない。この時期をアメリカ合衆国の編年では、 戦土器時代と区分することもある。紀元前1800年頃になると土器の利用が始まることが確かめられる。そして紀元前800年頃から茶瓶文化が発達するようになる。これ以降茶瓶様式がアンデス北部に影響するようになり、そのためこの茶瓶様式が広まった時代を茶瓶ホライズもしくは初期ホライズンと呼ぶこともある。同じ頃北海岸には 聖地な土家を伴ったクピスニケ文化が発達する。しかし、紀元前後頃になると神殿を中心とした社会は消滅し、しばらくして王国が誕生する。日本のアンデス文明調査団は、神殿建築がアンデス高地において広範囲に広がる、紀元前2500年から形成期とすることを提唱しているが、ペリューでは、 紀元前1800年頃の土器の使用開始をもって、形期の始まりとする。アメリカ合衆国の変年体系では、社会進化論的名称体系を避けるため、土器の存在しない、紀元前1800年以前を先土器時代、土器が出現して、茶瓶文化が広まる前の紀元前80年頃までを、早々期、茶瓶文化がアンデスに広まると言われている、紀元前800年から、 紀元前250年頃を前期ホライズンとする。紀元頃になると、ペルー、北海岸、現在のトリヒーリョ市周辺にもチェ文化が、現在のナスカ市周辺にナスカ文化が起こる。これら海岸地帯では、灌漑水路が発達している。日本やペルーでは、この時期を地方発展期、アメリカ合衆国の編年では、前期中間期と呼ぶ。山間部では、 紀元700年頃になると、割文化が発達し、都市的な要素をなす建造物群が各地に作られる。また、割がアンデス中にテラス状の段々畑、アンデネスを広げたと言われている。この時期、正面を向いた神と地球を持つ翼のある神といったモチーフが土器や織物を媒体にして、ペルー領域に広まった。そして、これらの図像が、 ボリビアのティワナク文化の図像と類似していたため、かつては海岸ティアワナコあるいはティワナコイでルイ・ティアワナコと呼ばれていた。現在では、これらの図像は割文化のものとされており、ティワナク文化と区別されている。また、現在のボリビアの高原地帯では、紀元前後頃から紀元400年頃にかけてティワナク文化が起こり、紀元1100から1200年頃まで続く。 この割が広がり、ティワナクと共存していた時期を、ペルーでは、割木、アメリカ合衆国の変年では中期ホライズンと呼ぶ。日本では、ペルーの研究者の影響で、割木を用いる、外説書が多いが、それでも、中期、ホライズンを併記したり、説を否定する意味を込めて、中期、ホライズンを使う研究者もいる。その後、ペルーの北海岸では、8世紀頃からレチェ、 川流域に、士官文化、9世紀後半頃からモチェ川流域、トルヒーヨシ周辺に、チム王国が起こる。チム王国は14世紀頃までに、士官の国家を併合した。また、ペルー中央海岸地帯、現在のリマ州北方の、チャンカイ国では人型を模した素焼きの土器で有名な、チャンカイ文化が花開く。さらに、遅くとも10世紀頃には、リマ近郊のルリンにある、 パチャカマ神殿を中心とするパチャカマ文化が花開く。パチャカマ神殿の起源はさらに遡ることが分かっている。キティカカコ沿岸では、ティワナク社会が崩壊した後、アイマラ族による小王国が定立し、派を争うようになる。中でも、キティカカコ北岸の小屋と、キティカカコ南西岸のルパカは協力で、互いに派を争っていた。インカはこの争いを利用して、両者を征服。 さらにキティカカコ南岸のパカヘなども征服し、1470年頃までにキティカカコ沿岸を平定する。しかしながら、インカ帝国内においても、この地域には特権が与えられていたことが、スペイン人征服者による記録文書に記されている。この時代は、一般的な傾向として、ペルーでは、地方王国期、アメリカ合衆国の返年では、後期中間期、 日本では両者を用いることがある。最後に、ペルー南部の山間部にあるクスコボンチで、インカが起こり、15世紀前半から急速に勢力を拡大して、各地を征服し、15世紀後半には、チム王国を屈服させ、アンデス一帯に広がるインカ帝国を成立させる。小王国をまとめる形で、最終的に、インカ帝国が誕生する。その領土は、北は、 現在のコロンビア南部から南はチリのサンティアゴまでにわたるアンデス文明圏のほぼ全域を抑えた最後の先住民家であった。首都はクスコにあった。インカはこれまでのアンデス文明の集大成とも呼べるものであり、インカ独自に開発したものよりもむしろそれまでの技術を継承して発達させた部分が多い。例えば、キープと呼ばれる欠場。 縄の結び目で数などを表すヤンデネス。段々畑、道路網などは、割り木に遡ると言われ、壮大な石像建築技術は、ワなくや割に、金の鋳造技術は、主観から地無を経て、インカへ受け継がれている。ただし、現在、クスコやペルー南部で多く見られる、成功な作りのアンデネスのほとんどは、インカ時代のものであり、また、道路網もインカ機に整備されたものが多い。 1532年、わずかの兵隊と火器でもって、スペイン人による、インカ帝国の征服が行われる。その後、先住民たちによって何度も抵抗が試みられた、ものの、最終的に完全に征服され、ここに1万年以上続いたモンゴロイドのみによって、発達してきたアンデス文明は、終焉を迎えた。新大陸の文明は、旧大陸のそれと全く異なり、 独自に発達してきた文明である。独力で築き上げてきたその文明の成り立ちは、人類の歴史におけるいわば壮大な実験でもあった。また、旧大陸の文明と比べ、かなり特色を持つが、王や皇帝を頂点とするピラミッド型の社会構造を持つという点で、アンデス文明は、旧大陸の文明と似た様相も持っていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。